ダルビッシュ有、最も印象深い捕手を即答。パドレスのダルビッシュ有投手が19日、敵地でのブレーブス戦に先発。7回2安打無失点と好投し、今季4勝目を挙げ、史上3人目となる日米通算200勝を達成した。試合後、印象深い捕手の名を口にした。日本ハムから始まり、渡米後はレンジャーズ、ドジャース、カブス、パドレスと様々な球団を渡り歩き、多くの捕手とバッテリーを組んできたダルビッシュ。これまで組んだ捕手で強い印象を残した選手を尋ねられると、鶴岡さんですね。それは絶対と即答した。その理由として、自分がフラフラしているというか、鶴岡さんにも舐めた態度をとっている中で、それを全然見せなかったですし。いろいろ思うところはあったと思いますけど、ちゃんと我慢してくれて、自分を乗せるようにやってくれたのが、自分の成長できた理由だったと思うので、鶴岡さんだったと思います。と若かりし自分の生意気な態度に憤慨せず、気持ちよく投げさせ、成長につなげてくれた鶴岡慎也氏の名前を真っ先に挙げて感謝した。そして、やっぱり鶴岡さんだと思いますね。もうそこは忘れないですよ。僕のスタートなので。はいと続け、日本ハム時代にバッテリーを組んだ先輩に改めて敬意を示した。とても良いエピソードですね。いいコメントやね。今、折監督の中島コーチに怒られたエピソードも良かったな。球史に残る名コンビと言っても過言ではないのでは？いろんな人と関わったことで今のダルさんがあるんやな。ほんますごいよ。本文を読まずともタイトルを見ただけで鶴ちゃんだと思いました。日ハムに入ったのも大正解でしたね。伸び伸びやらせてくれた。やっぱり超一流のアスリートは人格も磨かれるもんなんだな。めちゃくちゃ嬉しいやろな。これは鶴ちゃん嬉しいだろうな。そうやって振り返れるところがかっこいいです。普通叱られてってなりそうだけど、ちゃんと我慢してくれて自分を乗せるようにやってくれたからなのか。将来ダルが日ハムの監督やるなら間違いなく鶴岡はヘッドに呼ばれるだろうね。なんかこう、ダルビッシュの良いとここう優勝だね。尊敬する。WBC の時も、鶴岡さん相手に投球練習してる時は本当に嬉しそうだった。ダルも大人になったね。そしてすごい投手にもね。